はい、こんにちは。レトスの小野です。今回なんですけども、宅球業法について、9割以上、できれば満点取りたい方に対して、少し細かい部分を解説していこうと思います。実際の本試験で出題されそうな内容なので、ぜひ知識をつけて、9割以上、できれば満点取っていただければと思います。そして弊社レトスは、宅球について個別指導を行っております。これまで1000人以上の方受講していただいて、 4年連続で7割超えの合格率も出した実績がありますなぜそのような高い合格率を出すことができたのかそれは理解学習理解をしながら学習をする勉強法を受講者さんにお伝えしたからなんですね理解ができれば達研試験は1回で合格できる資格なんで次はぜひあなたに合格していただきたいと思っております個別資料はこの下の概要欄に URL 貼っときますのでそちらからぜひご確認くださいそれでは本編の解説をどうぞ では今回は組合方式による不動産の売買と破産管財人による破産財団の処分について二つ解説していきます。まず一つ目。組合方式による不動産の売買。これについてはちょっと内容がわからないと理解できませんので、組合っていうのがどういったものなのか。まず背景を解説いたします。あなたが自分の好きなマンションを作りたいと考えていました。 ま、夢があったっていうことですね。でも、マンション作るってなってくると、これ莫大なお金が必要じゃないですか。数億円かかっています。でも、これ同じような夢を持つ人がいたら、その人たちを集めて、みんなで土地を買って、みんなでマンションを建てるってことをしたら、共同で好きなマンション作ることできるじゃないですか。まあ、そのために組合を作るんですね。この組合っていうのは、ま、好きなマンションを作るために作られた組織です。 で、この組合は、この組合として、例えば土地を買うとかってできないんですよ。法人、会社であれば、会社名義で土地を買ったりとかマンションを建てたりすることできるんですけども、組合っていうのは、これ法人格がないんですね。法人ではないので、土地を買ったりマンションを建てたりする場合は、組合員個人の名前で行わなければいけなくなるんです。 なので通常は組合員の中でも代表者を立ててその代表者名義で土地を仕入れたりするんですね。で、この場合、この組合員は宅建業の免許が不要なんですね。一方で組合員以外の人が組合員を募集する場合、この場合免許が必要となってきます。これが今回解説する内容なんですね。ちょっと図で見ていきましょう。A さん、B さん、C さん、この人たちはそれぞれ マンションを作りたいと。自分の好きなマンションを建てたいと,と思っている人たちです。この人たちが集まって組合を作りました。で、組合を作って、まあ、今回は代表者を A として、A さんが土地の売り主から土地を買います。で、この場合ですね。この場合は免許不要です。まあ、今回土地一つなんですけども、マンションを建てるにあたって、複数の土地を購入する場合であっても免許が不要になってきます。つまり行として行う場合ですね。 業として行う場合であったとしてもこれは免許が不要になってきますよっていう話です。一方で、組合員以外の D さんがいましたと。この D さんが、この組合を作るための組合員 ABC を募集して、また、マンションを建てるために必要な土地を買うには、こういった土地がいいですよとか、アドバイス、指導とか助言とかですね、こういったことをする場合、D さんは免許が必要になってきますよ。 というのが今回の内容となってきます。で、この内容については、宅建業法の解釈、運用の考え方というものに記載されているんですね。どのように記載されているのか、この内容が難しいんです。言葉が難しいんですね。で、その言葉の内容を解説したのが今の内容なんですよ。それでは解釈、運用の考え方に記載されている内容を見ていきます。 組合方式による住宅の建築という名目で、組合員以外の者が行として、住宅取得者となるべき組合員を募集し、当該組合員による宅地の購入、及び住宅の建築に関して指導、助言等を行うことについては、組合員による宅地または建物の取得が、当該、宅地または建物の売買として行われ、かつ、当該売買について、 当該組合員以外の者が関与する場合には、通常当該宅地または建物の売買またはその売買に該当するものと認められ、宅建業法が適用されることとなる。このように記載されているんですね。まあ、今言ったこの組合員以外のものというのが D さんですね。で、住宅取得者となるべき組合員っていうのが A、B、C さんです。組合員以外の D さんが A、B、C さんを募集して 今回はマンションを建築するために土地の購入及びマンションの建築に関して指導だったり助言等を行うことについては、宅建業法が適用されるよ。つまり D さんは宅建業の免許が必要なんだと、まあ、いうことですね。で、続いて、破産管罪人による破産財団の処分について解説していきます。 これも解釈運用の考え方に記載されている内容となります。破産管罪人は、破産財団の管理、処分権を有し、裁判所の監督のもとに、その職務として財産の処分及び配分を行うものであり、破産財団の管轄のために、自らの名において任意売却により、宅地、または建物の取引を反復継続的に行うことがあるが、当該行為は破産法に基づく行為として、 裁判所の監督のもとに行われるものであることから、宅建業の免許は不要ですと。とまあ、書いてあるんですね。まず、破産管財人なんですけれどもまあ、これは簡単に言えば弁護士さんと考えてください。まあ、破産した人がいますよね。破産した人が不動産を持っていたとまあ、その不動産が破産財団と考えていただいて大丈夫です。破産管財人である弁護士は？ 破産者の不動産を管理、処分する権利を持っています。つまり、不動産を売却することが可能だっていう話なんですね。そして、破産財団の管化って、これどういうことかというと、財産を売却してお金に変えることです。破産財団の管化っていうのは、財産を売却して、まあ不動産ですね。不動産を売却してお金に変えること。これを、自らの名において、任意売却によって行うって書いてあるんですね。 つまり、弁護士さん名義で、まあ、弁護士さんが売り主となって、破産者の不動産を売却します。で、これを反復継続的に行ったとしても、この場合っていうのは、破産法に基づく行為。まあ、つまり、破産法で規定されているルールに基づいて、裁判所の監督のもとで行われるものなんですね。なので、これは、宅建業の免許はいりませんよと。 例外的に扱いますよっていう話なんですね。もう一度言葉の意味確認しておきます。破産管罪人は弁護士さんです。破産財団っていうのは破産者の財産。まあ、今回は破産者の不動産ですね。破産者が所有する不動産です。まあ、破産者であっても不動産持っている場合ってあるんですよ。まあ、不動産の価値よりも借金の方が莫大に大きかった場合って破産しちゃうんですね。なので破産者は不動産を持っていることもあります。 そして破産財団の管轄っていうのはその破産者が所有する不動産を売却してお金に変えること破産管財人が行う破産者の財産を売却する行為は宅宅業業法のの適用がありりまませんよよつまり宅券業の免許は不要でですすという内容です、まあ、今回2つ組合方式による不動産の売買とまた破産管財人による破産財団の処分この2つを解説しました。 実際本試験でも出題される内容なんで、きっちり頭に入れておきましょう。そして弊社レトスは、限られた時間で試験に臨む方が、暗記に頼らない理解学習と、ワントゥーワンの丁寧な勉強の進捗管理サポートで、無理なく、無駄なく、悩むことなく、宅券合格を勝ち取る個別指導を行っております。これまで1000名以上の方に個別指導を受講していただき、4年連続7割超えの合格率を出した実績もございます。 もしあなたが忙しくて勉強時間が取れない暗記が苦手勉強が続かないもしこんなお悩みをお持ちであれば個別指導をご利用くださいこれらの悩みを解決して宅見合格に大きく近づいていただきます個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからご確認くださいもう年末となって来年は絶対合格しようそう思っている方も多いと思います年始から気持ち新たに勉強を開始するために この年末から個別指導をご利用いただければと思います。今からであれば、あなたに来年合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。あなたの受講をお待ちしております。レトスのオノでした。